どうもさよ。はい。いや今日はねちょっとねあのお主にも来てもらいたい場所があって、ね、あの一緒に来てもらったんだけれどもね、ここどこかわかる？あ、ここあれでしょ、あの JR の岡崎駅の真横でしょ。さようでござる、あの西口っていうのかな、この辺りはね、だいぶ城からは離れてきましたけど、東口の方はねわしらもねよくあの観光案内所があったりとかして、お邪魔することも多いんだけれどもね、西口もね今ねものすごく大田輸出の、ね、岡崎が誇るあの油の会社、はい、大田輸出のがやっておられる駅石小町という場所がなんとこのね岡崎駅の西口の方にできておるわけでございまする。これ何ですか？え、駅石小町ですか？つまりは駅石の小町まんまじゃない。まあ、わしもまだね最近知ったばかりなんだよ、わしのことはそこまで分かっておらんのだけれども、あの美味しいお酒を飲める飲み屋さんとか、おうそういったお店がたくさん入っておる横丁みたいなものがですね実はあるわけですよ。知らんかった。そうなんじゃよ、これも我らの動画企画で紹介せんわけにはいかんということでございます。確かに確かに、で今日はこちらの方にお邪魔してる次第でございます。なるほど、ちょっとじゃあおすすめの店見つけたわけですか？実はねもうちゃんとねあの何ちゅうのアポイントメントっちゅうの取ってあるもんじゃから早速楽しみじゃ、行ってまいろうか。行きましょう。では行こう。はい、というわけでございましてね、本日お邪魔しておりますのは立ち飲みホテイトでございます。ほう、立ち飲みホテイ、何が立ってんだ。こうね、立っております。初ですね、立ち飲みは岡崎でも珍しいよ。確かにね、あんまり場所に行ったことないかもしれない立ち飲みというものは。え、ここには何かおすすめがござる？そうなんだよ、まあ、こたびはね、こちらのね、あのおすすめのお酒と美味しいものにいただこうというようなことがありますけどね、久しぶりに私もね、出たら連れてますから、いつもはね、大体直政の撮影係なんですよ。そうですよ、今日はもう思う存分楽しんでまいりたいと思います。何がおすすめなんだろう、何がいいかね。はい、というわけでございまして、おすすめのお料理としてお酒ね、ご用意いただきました。わしはね、やっぱり初心者なので、まずこの固定セットなるもので行ってみましたけど、飲み物はこれ、生ビール、ここは枝豆と、これ、いいね、野菜節から一つ選べるんですかね。何種類かあるその野菜節の中からお好きなものを選んで、そう、今回はね、紅生姜、紅生姜でいきます。間違いないやつだわ、紅生姜。それは、これはね、あの漬物ステーキというものでございます。漬物ステーキ、あの飛騨高山の名物という。へえ。漬物を炒めてそこに卵を絡めてあるという。これはね、なかなかあのこれ食べられるお店少ないんじゃないですか。岡崎で見たことないわ。そうじゃ。へえ。じゃあこのここも珍しいかもしれない。そうだね。でかない。これ。でかない。これね、もりもり。レモンサワーというものでございます。モリモリ。120円足すだけでメガリできるんですよ。これお得ですよ。これはそれまた違うということなんでね。早速じゃあ。まあまあ、色がね。いらっしゃいますか。どうも、生田、今日もありがとう。乾杯。はい。大将、いただきまーす。いただきます。うまい。これ本当にあのいい場所に向かって駅に降りるでしょ、で改札を出てきて、はい、あの南の方向だからね、あの仕事帰りあの歩いて帰る方からちょうど店の中が見えるようになってるのよ。これはみんな来ちゃう、来ちゃう。ちょっと串カツいていいですか？そうじゃな、高いうちにもらった方がいい。これやっぱ掟がある。これね、ある立ち飲み屋さん、串カツ屋さんのね掟としては、二度漬け禁止というのがございます。大丈夫です、大丈夫です。これは豚串カツね。うわ、美味しそう。ほら、うまいよ。いただきます。うわ、こういう、ちょっとあんまり大きい声張らずに言うときは大体本当のことで言ってるけど、衣の加減がめちゃめちゃちょうどいい。酒との相性が抜群だからですね。だから、ね、食べて、美味しいこと流し込んで。贅沢。ああ、これ贅沢だ。漬物ステーキ行ってみてください。周りはこれ、卵がね、周りにこうなって、
あ、美味しそう。これ絡めていくんですか。一緒に食べるんですね。どんな味がするんですか。いただきます。うわ、うまい。うわうわ、うわってあるんだ。塩気、塩味と、シャキシャキ感ね、卵のこのまろやかさが、本当にいい感じに合わさって。へえ、なんかね、ステーキっていうもんだから、ちょっとしなっとしてるのがシャキシャキ残ってる。シャキシャキでござるよ、これ。あら、それいいな。まず、漬物を焼くっていうのが、印象としてないんですか。面白い調理料理ですよ。あ、うまっ。うまい。ねえ、なんかその野菜炒めに卵入ってますっていうのまたちょっと違う。違いますね。漬物であるからその何ていうの持っておくこのものの旨味というかね、それがしっかりと。いいな。もっと城の近くに作ってもらってもいいですか。なあ、まだ開いたばっかりなんでしょ。そう、わしねまだ知らなかったんだけどもね、ブラッドオープンがねまだ本当にここ最近というか。あ、さようで感じでござってね、おしゃれな感じの店構えと、で、しかしながらちゃんとしっかりとお酒を楽しむことができる立ち飲み屋の雰囲気というかね、これはなかなかね、よろしいなと。ちょっとこれはまた来たいなと思うけど、いいのこれ、ね、殿を城に置いてきて、まあ確かにね、写真2人で、こんな風な思いしちゃって大丈夫かね、わしいつもやってるからいつもやってるがまずいですよね。確かに殿の子を募集したことはね実はないんで。そうでしょ、あまりないという。殿毎回置いてこられてます。そう、飲みたくないわけじゃないんですよ。何でもほらってやっぱりこういう酒の時というのはあの上司じゃない主君じゃないで、ね、ちょっとまあねどうするのかって殿を連れてきてね、わしがじゃあ本日はこの子をおしゃれして飲ませていただいておりますって言うと、そこで緊張しちゃうのしないでしょ。なるかもしれない。普段からしてないでしょ、ね、それが呼べない要因ですか。うん、まあ、あとはやっぱね、あの美味しそうに食べたり飲んでいただけたらいいかなと思うんだけれども、立ち飲みいいですか。なんじゃろうね、座って飲むよりは立って飲んだ方が何だろう、変に落ち着かないというかね立ち話しとるぐらいの感じでね、でお酒も飲めると。立ち飲み屋さんっていうのはやっぱりこのね、あの駅西小町ね、こういう場所にあの建てられたこともあるけども、はしごすることもええかもしれない。なるほどね。しばらくの時間を空けて、再び再開した原稿としたんだけど、もっと行きたい店とかあります。あ、これはもちろんいっぱいあるよ。はいはい、こういう感じでね、あのいろんな店の方との出会いがあって、新しいお店ができるんじゃないかと言われることもあるんでしょうか。殿をお連れできる場所を探せば。あ、そうね。ここも連れてこれますよ。あ、ちょっと、何がダメなんですか、殿に。いいお店だから、ちょっとこう、足が来づらくなる。なんでですか。トノ嫌いだな。嫌いじゃないよ、何でも何のことでも直しよ。いやいやいや、嫌いなわけはない。友達じゃないから、ね、か飲み方はまた違う。そうですね。いい店を教えてもらった。あ、よかったよかった。でもフラット駅前だから来れますよね。そうだな。また来よう。どんだけ酔っ払ってもね、そこからもうすぐね、あの電車乗って帰ることができます。道に迷うことないです。そうや。これはぜひみんなも来るとね。うん、足を運んでみてください。もうちょっといただこう。ではあまり大丈夫かと思います。しっかりと楽しんでまいりたいと思います。次の週はこの辺りお分かりでございます。はい、では本日もご覧くださいまして、誠にありがとうございました。福岡は家康さあ、はい。